私が写実に今度こだわったのは、いつまでもそうですね、私の作品を大事にして可愛がっていただきたいなと、子供がこう読み出すような感覚で、制作しました。今回はですね、まず舞妓さんのシリーズ、西洋の、少女シリーズ、動物、花、生物、いろいろありますけど、このね、舞妓さんっていうのは一番日本の美を表現できるかなと思って描いてます。普通の人物よりもですね、この飾りで時間がかかるんです。実はあと、この着物の、特に着物の柄は非常に描くとき神経を使って描いてます。今回カドミウムイエローを使ってレモンを描きました。カドミウムっていうのは毒性があります。私の場合、指で描く ところが多いんで、だから非常にその点は神経質になって、指を洗ってる時間も結構長かったです。いろいろなテクニックっていうかな、一言では言えないんですけど、一枚ずつのテクニック違います。実はぜひじっくり皆さんご覧ください。世の中コロナばっかりで、皆さん元気なくなってると思うんですけど、コロナに打ち勝つ、コロナに負けない、皆さん元気を出してほしいなっていうところで、今度洋ギャラリーさんで個展を開催してもらうことになりました。ぜひ皆さん、いろいろ頑張って書きましたので見に来てください。お願いします。